そちらもぜひご利用ください。続いて選手に届け SNS 応援メッセージのご案内です。声を出しての応援ができない状況の中、選手にファンの皆様の熱い思いを届けるため、 Twitter にてフレックスへの応援メッセージを募集しております。ハッシュタグ本日はゴーフレックス0522、ゴーフレックス0522をつけて投稿された皆様の応援メッセージがこの後18時20分頃からとハーフタイムにリボンビジョンにて表示されます。ぜひ熱い思いを文字にしてツイッターへの投稿をお願いいたします。続いて本日のプレゼンティングスポンサーマンニー様よりご来場の皆様にお知らせです。本日ツイッターにてブレックスの最初の得点を決める選手を予想して、選手のサイン入り T シャツが当たるキャンペーンを実施しております。ツイッターにハッシュタグでマニーブレックス本日の日付、そして最初の得点を決めると思う選手の名前をフルネームで投稿していただくだけでご参加いただける簡単なキャンペーンとなります。ぜひお気軽にご参加ください。たくさんの方のご参加をお待ちしております。続いてフレックスバスケットボールスクールからのお知らせです。栃木県内9カ所にて年長から中学3年生までを対象とし、バスケットの指導を行っておりますフレックスバスケットボールスクールでは、現在2021-22シーズンの生徒募集を行っております。チームの強化ではなく個人のスキルアップを中心に考え、将来のプロバスケットボール選手候補の育成を行っております。一から丁寧に指導するため、バスケットボール初心者のお子様も大歓迎です。バスケットボールを始めたい、フレックスの選手みたいになりたいというお子様のご入会をお待ちしております。入会方法など詳しい情報はフレックス公式ホームページよりご確認ください。続いてフレッシーチアダンススクールからのお知らせです。本日も会場を華やかに盛り上げているフレッシーのメンバーや、フレッシーの OG と講師を務めるフレッシーチアダンススクールでは、現在2021-22シーズンの生徒募集を行っております。年少から22歳までを対象としたレッスンでは、初心者から本格的にチアダンスをやりたい方まで安心して楽しく笑顔で踊れます。入会方法など詳しい情報はフレックス公式ホームページよりご確認ください。現在 B リーグでは LINE ライブクラブ応援会はナンバーワン決定戦チャンピオンシップを開催しております。フレックスからは親藤さんがクラブ応援ライバーとして参戦し、他クラブの応援ライバーさんと熱い戦いを繰り広げています。 LINE ライブアプリをインストール、親藤さんのアカウントをフォローし、毎日配信されるライブでハートなどを送ることで応援ができる企画となっております。初めての方もライブ配信中に丁寧に教えてもらえますので、安心してご参加ください。こちらのイベントですが、開催期間が明日23日日曜までとなっております。プレゼンテーションの力でラストスパートをかけ、勝利に向けて親藤さんを応援しましょう。本日会場内ロビー、お手洗いなどにインストール用の QR コードを貼り出しておりますので、ぜひご活用ください。本日の試合終了後、出口付近の混雑緩和のため、ブロックごとの規制会場を実施いたします。場内のアナウンスのもと、お近くのスタッフの指示に従ってのご退場にご協力の